1エログランド。今回ねクーラーねちょっと冷えが悪いということでねちょっとガス入れていきます。こいつね邪魔くさいんですね。高圧はねこうで見えるんですが低圧がねこの中やったと思います。これね束5ミリ3本、まあ、外したとこ行きます。ちょっと手前に引かないとね外れません。でありました、こいつとこいつです。こいつとねこいつです。じゃあガスメーターね設置したところからいきます。つけました。メインにかけてねクーラーもねかけます。まあ、メーターを見る限りねちょっと足らないぐらいですね。で、まあ、ガスを取り付けて穴を開けて、開けます。でここにねエアのこのバルバリ、これでね低圧側から入れていきます。まあ僕は今ちょっと効いてるんですけどね、ちょっと入れていきます。まあこんな感じでね下向きにしてね振ってください。でぬくめるとねよく入ります。下がりきるとねガス入ってます。閉めます。もうちょい入るかな、ちょっとね水滴で水が出てくるかねちょっと確認します。でねちょっとねクーラーの水出てきました。リアのねクーラーはねちょっと効いてます。前はねもうちょいですね。もうちょいかないう感じですね。もうちょっとだけね足します。半分ぐらいね足します。2本目用意しました。まあいい感じでね効いてきました。前も効いてます。でこの距離のね一番遠いね右側のこの外ですね、ここがね効いてるかはねまず最終はね確認してください。1本半ぐらいで、ね、いけました。水もねよく出てきました。あとはねちょっとね配管がねちょっと冷たくならないのがね気になりますが、ちょっとね奥の方はねやっぱり冷たいです。ただ水滴まではね出てません。まあ、とりあえずねガスも入れすぎもねダメなので今回ねこれぐらいにしておきます。あとね外したりカバーつけたりは、ね
省略します。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。